2020から21シーズンのロサンゼルスレイカーズは、レイカーズのフランチャイズとしては73シーズン、NBA では72シーズン、ロサンゼルス移転後61回目のシーズン。レイカーズはディフェンディングチャンピオンとしてシーズンに入り、2009年と2010年以来となる2連覇に向けてスタートした。2021年2月までにレイカーズは21勝7敗で、 ウェスタンカンファレンス2位を記録していたが、主力のアンソニー・デイビスが30の試合の欠場、レブロン・ジェームズも足首の捻挫で26試合を欠場するなど、2人が欠場している試合は12勝16敗と、負け越しとなり、結局42勝30敗でカンファレンス7位という、結果で、レギュラーシーズンは終了した。プレーントーナメントでは、ゴールデン・ステート・リーズと対戦し、戦の末、 103から100で勝利し、プレイオフ第7シードを獲得した。プレイオフ1回戦では、レギュラーシーズン2位のフェニックス・サンズが相手となった。アンソニー・デイビスの欠場が目立つなど、レイカーズはシリーズ2から4で、敗退となりに連覇達成にはならなかった。ディビジョンカンファレンスのおと日付は、現地時間3勝レイカーズのみの合計試合結果。ありがとうございます。